皆さん、おはようございます。本日は日曜日にもかかわらず、みんなで安倍政権にノー、国民の声、怒りの 8.23 大行動にお集まりいただきましてありがとうございます。労働者保護ルール改悪にノー、安保法案にノーという2つのテーマを中心に、安倍政権にノーと様々な立場の 人たちにお集まりいただきました。そして参加者全員で国会を囲み、私たちの怒りを国会にぶつけていきたいと思います。本日の行動は第一部、怒りの行動開始宣言。第二部は労働者保護ルール改悪にノー。第三部は安保法案にノーと三部構成で行います。こちらからはお顔を見ることのできない参加者の皆さんもたくさんいらっしゃいます。暑い中での行動ですので、熱中症など体調管理にはくれぐれも気をつけていただきながら、最後までのご参加ご協力をよろしくお願いいたします。また本日の行動は連合の Facebook、Twitter で随時投稿しております。ぜひいいねやシェア、リツイートなどで拡散にご協力をお願いいたします。申し遅れました。第一部の司会を務めます連合の高橋でございます。よろしくお願いいたします。それではただいまから第1部を開始いたします。第1部は怒りの大行動開始宣言と題しまして、本行動の呼びかけ人の皆様からお訴えを行っていただきます。それでは呼びかけ人のトップバッターとして、組合員682万人で組織しています連合会長の小賀信明よりお訴えを行います。小賀会長、よろしくお願いいたします。 8.23 怒りの大行動にご参集の皆さん、おはようございます。本日は日曜日の休日の貴重な時間、国会を取り巻くように多くの皆さんにご参加いただきました。心より感謝申し上げます。この大行動はみんなで安倍政権にノーと位置づけておりますように、連合の組合員は言うに及ばず、国会議員の皆さん、大学の先生方、そして私たちと志を同じくする団体組織、加えて一般の国民、都民、市民の皆さんも多くお集まりいただいております。本当にありがとうございます。今私たちの働くことの尊さ、そして労働の尊厳が大きく傷つけられようとしています。今国会では生涯派遣で低賃金、そんな労働者をたくさん作ろうとする労働者派遣法改悪案、加えて過労死が後を絶たない、そんな中で一定の条件のもと労働時間規制を除外する、そんなことも含む労働基準法改悪法案、こんな法案が今国会に提出されております。労働基準法はまだ審議に入っておりませんが、労働者派遣法は残念ながら衆議院を通過し、今参議院で審議が進んでおります。
民主党を中心とする野党の国会議員の皆さん、ぜひ徹底した議論で問題点を改めて浮き彫りにしていただく。そして私たち連合は今日お集まりの皆さんとともに最後まで成立阻止に向けて運動を推進していきたいと思います。次に、衆議院で強行採決された、そして今参議院で特別委員会審議されております安全保障関連法案です。当然のことながら、これらの法案も安倍政権の強引な政治手法が国民に明らかになりつつあります。これからの国の将来の形を作っていく重要なテーマでもあるにもかかわらず、まさに国民の合意形成や、あるいは立憲主義の原則を軽視し、歯止めのない安全保障法制を推し進めようとしています。もう皆さん方ご案内の通り、多くの憲法学者がこの法案自体が違憲だとしています。加えて、従来ならば一本の法案で一国会あるいは国会をまたぐ審議をしている、その10本もの法案を一括して審議しようとする、まさに乱暴な論議。しかし皆さん、残念ながら与党の数の力は強大です。9月14日以降は参議院で審議中でも60日ルールを使い、衆議院で再可決をする、そんな可能な日程となります。そんな暴挙は絶対許してはなりませんし、与党の数が強大だからこそ、私たち一人一人が声を上げ行動をしなければなりません。本日この集会で皆さん方一人一人が、私たち一人一人が国会で何が行われているのか、そのことを十分注目し認識をし合いながら、国民の声に耳を傾けない安倍政権に渾身の力を込めて、はっきりと明確にノーを突きつけようではありませんか。皆さんと共に今日大変暑い中、そんな集会でございますけれども、最後までのご協力を心からお願いし、連合代表をしてのご挨拶に変えさせていただきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の報道には、国会の最前線で安倍政権と対峙し、連日ご奮闘されている民主党国会議員の皆様、そして秘書の皆様をはじめ、全国より民主党都道府県連の皆様方、そして民主党のスタッフの皆様方にもたくさんご参加をいただいております。ありがとうございます。民主党を代表しまして、岡田克也代表にお訴えを行っていただきます。それでは岡田代表、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。暑い中、しかも日曜日、本当にたくさんの皆様にご出席いただきました。心からお礼申し上げます。本当にありがとうございます。この長い国会、夏も越え秋の声を聞くようになりました。残すところはあと1ヶ月、延長はありません。この1ヶ月間いかに頑張るか、そのことによって労働法制、安全保障法制、しっかりと成立阻止、廃案に追い込むことができる。まず私たち民主党、
一人一人の議員が全力を込めてそのために頑張ることをここにお誓い申し上げます。さて、まず労働法制です。特に派遣法、今参議院で議論が行われています。民主党頑張っています。しっかりと議論しよう。そういう中で成立の見通しがついていない状況、安倍さんにとっても誤算だったと思います。私たちはこの派遣法、安倍さんは派遣で働く人たちが正社員で働きやすくなる法案だというとんでもないことを言っていますが、私たちは派遣がやりやすくなればその分正社員の雇用が失われる、そして安定した働き方こそが結婚し子育てできる、そういう働き方こそが今の日本に必要だということを強く皆様にお訴え申し上げたいと思います。どうか皆さん、この派遣法の問題は女性の問題でもあります。派遣で働く人たちの多くが女性の派遣労働者、なるべく安定して働ける状況を作り出すことこそが成長戦略の私は根幹だと思う。不安定な働き方の中でどうして例えば結婚し子育てができるでしょうか。どうか皆さん、この派遣法の成立阻止に向けて最後の力を振り絞ろうじゃありませんか。そして安全保障法制、皆さん、この2ヶ月間の議論の中で何が起こりましたか。政府の説明が不十分だという人の数は全く変わらないまま、つまり2ヶ月国会やっても国民の理解は全く深まらない。そりゃそうでしょう。あの安倍さんの答弁では理解できないのは当たり前です。そしてこの2ヶ月間で法案に反対、憲法違反だ、その声が10ポイントも高まった。どうか皆さん、残り1ヶ月さらにしっかりと、私たちも国会で戦ってまいりますが、皆さん声を上げていただきたいと思います。国会で残念ながら私たちは少数だ。その中でこの法案阻止するためには国会の外で多くの皆さんに声を上げていただく、国会の中と外でしっかりと共闘していくことが、これは不可欠なんです。皆さん、今までの皆様のその活動に心から感謝いたします。働く連合の皆さん、そして有識者の皆さん、学者の皆さん、最近では若い人たち、特に学生、高校生まで、あるいは赤ちゃんを育てるママさんたち、今まで政治と少し距離を置いてきたそういう人たちも立ち上がって、この憲法違反の安全保障法制絶対通すわけにはいかない、その声がますます強まっています。もっともっと強くしようじゃありませんか。皆さん、そういう中で衆議院では強行採決がなされました。安倍内閣の支持はガクンと落ちました。法案の反対はさらに増えました。私たちが国会の中と外でそれぞれ共同して頑張ることで強行採決ができない状態を作り出していく、これが私たちの目指すものです。皆さん、ぜひお互い力を振り絞って頑張っていこうじゃありませんか。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。岡田代表、ありがとうございました。今国会最後の最後まで民主党の国会議員の皆様方のご検討を期待し、力強い激励の拍手を送りたいと思います。よろしくお願いします。共に頑張りましょう。先日の衆議院の安保特別委員会の公聴会において、集団的自衛権の行使で
抑止力が高まるというのは希望的観測に過ぎない、専守防衛を逸脱し憲法違反であると述べられ、安保法案の問題点を指摘されました。それでは山口先生、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。法政大学の山口です。私たち政治学者、憲法学者は、安倍政権による集団的自衛権の行使容認の閣議決定が行われた昨年以来、この動きに反対する運動を進めてまいりました。そして今年の6月以降、この3ヶ月ほどの世論の動きは、私たち運動を始めた人間の予想をはるかに超えるものであります。学生たち、女性たち、高齢者、そして東京のみならず、札幌から沖縄まで、さまざまな地域で平和が危ない、立憲主義が危ない、危機感を持った市民が街頭に出て叫びを上げるようになりました。そして今日ここに連合がこのような大規模な集会を開いて、安倍政権の戦いの戦列に加わってくれたことを、私は本当に嬉しく思います。連合と、そして民主党と改めて一丸となって戦っていきましょう。そして連合も民主党も安倍政治に対して本当に怒っているんだということを市民に伝え、この連帯と協力の輪を一層大きなものにしていかなければなりません。今回安倍政権がこの国会に提出したいくつかの法案、安保法制、労働法制、実は根は一つであります。そこに安倍政権のまさに価値観が現れているんです。一つは、国民の生命安全よりも国家の威信、国家の権威、そして働く者の尊厳、働く者の生活よりも利益、利潤、マネー、この盗作した価値観が安保法制にも雇用法制にもまさに凝縮されているわけです。この国会の戦いにおいて、私たちは絶対に負けるわけにはいきません。そして人間を無視したアベノミクス、この経済政策はすでに破綻が明らかとなっています。実質賃金は減っています。そして GDP もマイナス成長に転じました。これ以上働く人間の生活を無視して企業の利益のみを追い求める、この安倍政権の経済政策はもう国民に不幸をもたらすものでしかないということが明らかとなりつつあるわけであります。我々この安保法制と雇用法制に反対をする市民、労働者は自信を持って安倍政権にノーという声を上げていこうではありませんか。この2月ほどの間、安倍首相は実はさまざまな妥協や交代を余儀なくされています。沖縄の基地の問題、1ヶ月工事を中止するというソフトなポーズを取らざるを得なくなりました。70年談は安倍さん個人の歴史修正主義の思いを表現することはできない、まあ表向き反省のポーズだけは示すことになった。そして労働基準法改悪については事実上断念したに等しいという状況であります。なぜこれだけの安定多数を持った安倍政権がここまで妥協や交代を強いられるのか。それはひとえに民意の力です。民意というのは目には見えませんが、やはり権力者を縛る鎖なんです。残りの会期1ヶ月、ますます国会の外での運動を強め、また国会の中における民主党野党の戦いと連携をして、この民意の力によって安倍政権の非常におかしな法案をことごとく廃案に追い込み、さらには安倍政権退陣に追い込む、この戦いに向けてあと1ヶ月、力を振り絞って頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
山田先生、学者、研究者の立場からのお答えでございました。続きまして和光大学教授の竹信美恵子さんに訴えを行っていただきます。竹信さんは朝日新聞社の記者として、労働問題、特に職場における女性差別問題を長年取材され、社会に訴えておられました。現在は学者として働く女性の立場から安倍政権の成長戦略を批判しておられます。それでは竹信先生、よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。和光大学教員でジャーナリストの竹信と申します。私、本来このような場に来てあまり高いところから、大冗談に話するのは苦手で、これまでもあまり内閣をどうとかいう話はしてこなかった人間です。なぜかというと、労働問題、私が主に主戦場にしている労働問題は、皆さんが働く現場で労使で話し合って一番いい方法を、穏便に話し合って一番いいことを決めていく、これがいい方法だと思ってきたからです。ところが今回の一連の労働法制の改悪案を見ていきますと、もうそのような話し合って決めていくための基盤そのものをボロボロにしていくようなひどい法案が次から次へと出ていく、となったら何か言うしかないと思って今日はここに参りました。まず一つ、派遣法改悪です。なぜ派遣法がいけないのか、なぜ労働者派遣がいけないのかというと、これは2人雇い主がいる働き方だからです。自分が働いている派遣先の労働条件の向上を派遣先に求めようとすると、あんたは派遣会社の社員なんだから派遣会社に行ってくださいよと言われてしまう。で、派遣会社に文句を言おうとすると、お客様に対して何を言うんだと言われてしまう。どこにも持っていきようがない。労働者が単なる商品ではなくて人間であるということの証左はですね、自分の労働条件の向上を、担保できる労使交渉の権利があるからです。それを塞がれてしまっている。そうなったらただの商品です。人間ではありません。そういうふうな扱われ方をされかねない働き方、これを固定化してしまい、その結果もっともっと増やそうとしている。で、しかもそれに加えてもう一つ、残業代ゼロと言われる高度プロフェッショナル制度です。これも人間が生活していく時間というものを守ってきた1日8時間労働の規制を、一定の条件の働き手ではありますけれども撤廃をする。そしてそれ多分その条件はこれから下げられていく可能性が非常に高い。それによって働く時間というものが無制限に会社が好きな時にいつでも連れてきて働かせれるようになってしまう。これも働く人の商品化です、物化です。そういった最も基本的な制度をどん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 取り払おうとしている。で、一方で女性活躍と言っています。しかし派遣の働き手が非常に多いのは女性なんですね。で、しかも労働基準法の1日の労働時間を撤廃されたら何が起こるか、子育てする時間もありませんし、家庭生活する時間もありません。どうやって女は働くんですか。そんな状況で女性活躍できません。ある意味では、その残業代ゼロ法案は少子化促進法案です。そんなことを続けていって私たちの生活守れるんでしょうか。それだけじゃまだありませんよ。まだいっぱいあります。有活、今日、国会または霞が関でいろいろ働いていらっしゃる方いらっしゃるかも分かりませんけれども、国家公務員の朝の早朝勤務ですね、これを1時間早くして、で、残業はしないでくださいねと言って、ワークライフバランスに役に立つという仕組みを政府が提案している。しかしそのおかげでもって朝1時間なり何なり早く出てこなくならなくなった人は、子どもとご飯が食べられない、保育園に送っていけない、そういう苦情がボロボロ出てきています。なんでそんなことしたのか。政府はワークライフバランスをやったと人々にアピールをして人気取りしたいからでしょう。自分の人気を取るために働き手を犠牲にしている、それでいいんでしょうか。まだあります。これがずっと懸案になっている安保法制です。それまで攻撃されたら守ると言っていた労働条件、まあですよね、言ってみたらね、それを地球の裏側、攻められなくてもいつでもどこでも行け、
これは労働的に言えば重大な不利益変更じゃないですか。そういうことをやっていく、そんなことを自衛隊員の皆さんにさせていいもんでしょうか。どうしてそんなことが起こるのか。それはもう日本がはっきり格差社会に入ったからです。働く人のことへの想像力が全く湧かない。自分の人一人のために地球の裏側に人を派遣し、そして朝早く生活時間を奪って働かせる。これは働く人への想像力や共感がない人が政治やってるとしか思えません。フランス革命の前夜、パンがないと叫ぶ民衆に対して貴族がパンがないならお菓子を食べればと言ったという有名な逸話があります。それに近い状況が今の政権の中で起こってるんじゃないでしょうか。こういう格差社会を何とか押し戻さなければならない。しかも徴兵制がささやかれていますけども、でも実はもっと怖いことがあるかもしれません。奨学金を返さなかった人を自衛隊にインターンシップで送ってはどうですかということを有識者会議の経済界のメンバーが去年言っているということが新聞で報道されていました。ということはお金がなければ奨学金借りたら自分の意思に関わりなく、いやおうなく戦地に行くことがありうるということじゃないでしょうか。だからお金持ちの人たち、または政権の中にいる人たちはためらいなくこのような法案を出すんだなと疑ってしまいたくなります。今日警備に当たっておられる警察官の方々の中にもお子さんに奨学金を借りて学校にやってる方もいらっしゃるんじゃないですか。そういう方々たちも真剣に一緒に考えていただきたい。これは働き手みんなの、そんなにお金がない普通の人たちの問題です。という意味で言うと、今回の問題はまず安保法制、それから労働法改悪を基盤にしたアベノミクス、この2つのあ、これとどうやって戦うか、さらに3つ目安倍政権、安倍首相、3つのあとどう戦っていくか、それによって格差社会をどのようにして押し返していくか、今そういう瀬戸際に立っていると思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。すべての働く者、また働く女性の立場からの鋭い指摘でございました。ありがとうございました。それでは第1部の最後にあたり、参加者全員によるスプレーコールで締めたいと思います。スプレーコールの発声は連合の川本さんが行います。皆さん、川本さんの発声に続いて、お手元のパンフレットの裏にある安倍政権にノーのプラカードを掲げながら大きな声で怒りを込めてスプレーコールをお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。連合の川本でございます。皆さん、元気よく元気よくスプレッド行為を行いましょう。それでは準備よろしいでしょうか。スプレッド、スプレッド、政府は国民の声を聞け。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 民主主義を取り戻せ。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 政権の暴走許さないぞ。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 
ノーのプラカードを掲げましょう。それでは行きます。みんなで安倍政権にノー。みんなで安倍政権にノー。みんなで安倍政権にノー。ありがとうございました。ありがとうございました。参加者の皆さん、暑い中本当にお疲れ様でした。これでみんなで安倍政権にノー、国民の声怒りの 8.23 大行動第1部を終了いたします。ありがとうございました。